JB? 出かけてるの今、シカゴよ。明日帰ったら、すべて話すわ。JB? 愛してる。 ちちょょっっととておいします、ホワイト刑事の関係についよし分かったそう一だいっぺんに聞かないでくれ一人ずつにしようホワイト刑事の荷物から凶器のナイフが見つかったそうですねああそうだコカインもあったそうですがそれもホワイト刑事がそれは今調査中だ麻薬の常駐歴はないアンジーさんとの関係はそれはわからないこっちが教えてもらいたいくらいだホワイト刑事が犯人なんですかシカゴ死刑はこの事件に関して まだ何の見解も出してない捜査はこれからだもういいだろじゃあなおいでもホワイト刑事の… バン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 パンパンパン誰だ JB ハロウド刑事だ待ってたぜ俺はテッドロッセンだ捜査は俺たちだけで週に30件も事件があるとこだ余分な人ではないいやどんな厄介な事件でもなところで こいつに見覚えがあるだろあんた発見された時持ってた拳銃だ残り弾は4発指紋はキャサリンのだけ被害者の体から出てきた弾だ弾痕は一致したかぴ <laughs> ったり一致したよあんたには悪いがこの事件は証拠が揃いすぎてるな 血のついたナイフコカインそして指紋のついた拳銃他には全くマスコミが喜びそうな事件だぜ美貌の女刑事女子高生そしてコカインでもちょっとは話ができすぎてるだからおかしいなぜそう思うただの勘だよ勘 ところであんたた何しに来た仲間の罪を暴き世間に知らせるためかいやキャサリンを殺した犯人をこの手で挙げたいだけだあそうだ ホテルはこの先だ。わかるだろう。ああ、じゃあ明日八時に警察でな。じゃあ。おいぼ、この近くにいい店がある。近づきの印に一杯どうだ。今日はやめよう。そうかい明日に備えてご給料とは見上げたもんだな。まあ好きにするさ。んなべべ。 もしもし、誰だもしもし、ハロルドさん私、シンディホワイトですシンディホワイトええ、キャサリンのいとこのあなたがシカゴに来るのを待ってたわ待っていた 君は、キャサリンが殺されたともちろんよ。キャサリンがアンジーという高校生を殺すはずなどないわ。ハロルドさん、真犯人を見つけてくれるわね。どうかキャサリンの容疑を晴らして。もちろんだ。しかしなぜ俺がここにいると なる事件の前にキャサリンと食事をしたの彼女と会ったのは半年ぶりだったけれどなんだかおかしかったのどういうことだいつもの彼女じゃなかったわ顔色も悪いし食欲もなかった何を話しても上の空でそれにあちょっと待って今友達が来てるのよねえ よかったら、明日にでも話の続きができないかしらゆっくり話したいわ。わかった。じゃあ、明日の午後、リバーノースの私のクリニックに来てくれるかしらよしに、待ってるわ。こんな言葉を知ってる心の中に愛を持って思い出される限り、決して死にはしない。ねえ、ジュビー、もし私が死んでも、あなたの心の中で生きていけるかしら 十時か、遅いないやこれはこれはお早いご出勤ですのっあっああ酔ってるのかなんてことはないさ。酔っても窯は外さないぜ。バナ、やめろ何 <laughs> 言ってんだよ あれからずっと飲んでたのかああ、かわい子ちゃんとお近づきになっちゃってねいつもそうなのかえ、ああ何がだ仕事をやる気はないように見えるそんなことはないぜ俺も酒を飲むが酒に飲まれはしないどうやら、俺と仕事をするのがお気に召せないようだなあんたの顔に書いてあるぜこいつと一緒じゃ犯人はあげられそうもないってね <laughs> 金に困ってたとか、悪い男に入れ込んで騙されてたとかよくあるんだぜ。真面目な女記事裏を返せば暴れだってな。わからんよ。誰にだって裏の顔はある。キャサリンが淫乱女じゃなかったなんてしょうがどこにもないだろう。バカを言うな。無気 <laughs> になるな。あんたがキャサリンに惚れてたことがバレちまうぜ。 刑事に市場は禁物だ。そうだろ、う、ハロルドさんよ。これまでの捜査情報が知りたい。報告書を見せてくれ。そんなものはないぜ。記録は取らないしゅうだ。監視機からの報告があるはずだ。どこだ <laughs> そいつなら、コンピューターの中だ。事件関係の記録が入ってる。監視機からの報告も全部それにぶち込まれる。 ハロルドさんよ。それを見るには、ID カードが必要だ。それはどこにある <laughs> 俺が持ってる。頼めや。俺に頭を下げて頼めば。こいつを使わせてやるぜ。お前に頭を下げる気はない。そうかい。じゃ、勝手にしろ。 あなたでしたか奥さんの具合どうです随分落ち着いてきましたが起き上がるまでにはまだ時間がかかりそうですところで何か 今日から捜査に加わった刑事を連れてきたこの人はリバティタウン警察のハロードですリバティタウン警察ホワイトは同僚でした中で話をしたいんですがええどうぞああ どうですか仕事の方はしばらく休暇を取ることにしました。メラニーには看病が必要ですし、私がいませんと。同じことを繰り返すかもしれませんが、事件について聞かせてください。できたら奥さんにも後で聞きたい。わかりました。アンジーが殺された夜のことを。あの日は忙しくて、10時過ぎまで会社に。 家に着いたた。のはもう11時近くでしたアンジーはまだ帰ってきていませんでした。メラニーは行方がわからないと言って心配していました。私たちはその夜、一睡もせずアンジーを待って朝を迎えました。事件のことはいつ翌朝のテレビです。身元不明の若い娘の死体が見つかったというニュースを見て、まさかと思いましたが、警察に連絡を。 遺体確認をしたのは、9日のことですねええ。メラニーがショックで倒れたのは、その時です。奥さんが倒れてから、どうしましたメラニーは医務室に運ばれ、私はずっとそばに。2時間ほどで意識が戻り、それから連れて帰りました。かかりつけの医者に往診を頼み、見てもらいましたが、医者は安静が一番だと。 ショックから立ち直れば落ち着くだろうとその後は夜になると新聞やテレビが取材に押しかけてきましたがとてもそんな人たちに会う気にはなれず電話にも出ませんでしたこの女性に見覚えはい,いえ会ったこともありません彼女はキャサリン・ホワイトです 出身はどちらですかニューヨークです。いつからしかもに ?25 の時に仕事の関係でこちらに。ジェミ、ー、どこに行くかい アンジーの他人のメアリー・セイヤですお忙しいところ失礼しますこちらはロッセン刑事リバティタウン警察のハロルドですアンジーについて伺いたいことはわかりました知りませんわ 授業には欠かさず出席し、真面目な生徒でした。入学当時から成績は良い方でしたが、最近それが下がっていて心配していました。知りませんわ。カウンセリングの担当はリバース先生です。詳しいことは彼に聞いてください。リバース先生を呼んでいただけますか残念ですが。 今日は教育委員会のセミナーに出席していて学校にはいません明日の3時過ぎには戻っていると思いますが教え子がこんなことになるなんて教師としてこれほど辛いことはありません中にはいるのですアンジーのようなどこか教師を受け入れない 心の壁を持った生徒がジェビー、どこに行くかい、はあ、留守らしいなジェビー。 どこに行くかいハートさんの部下の方ですね事件のことを少し聞かせてくださいいいですよ この人なら覚えてます。会いましたよ。いつどこで確か、月曜の午後だったと思いますが、部長に会いたいと言われたんですが、ちょうど部長が出かけていた時で、出直すと言って帰りました。8日の夜、ハートさんと一緒に残業していたのはあなたですね。ええ。ここを出たのは10時ぐらいだったと思います。 その間、ハートさんはずっとここに。ええ。夕方からはここを出ていません。確か昼過ぎに誰かから電話が入り、3時間ほどどこかに出かけていたんですがね。<noise> 部長がハメを外したところなんか見たこともないな。真面目で卒がなくて無理をしない。あの人はそれだけだ。 食べないかこのピザいけるぜ提出された証拠品の鑑識結果は明朝わかりますジビー。 どこに行くかい何にしましょう警察だ。客じゃないのか。ちょっとお話を聞かせてくれ。あの日は寒くてね。そういえば店を閉める寸前に。 あの殺されたアンジーって子によく似た若い女にレモネードを売ったんだよねその日は昼過ぎで店を早じまいしたからな知らないなこの子だと思うね俺がレモネードを売ったのはそういえばレモネードを売った女が落としていったんだ。 訳のわからないことが書いてあるだろう、気になるから持ってたんだ。私はロープの先にぶら下がっている。なあ、変な手紙だろう本社より、ローセン刑事、通報です。なんだ事件当日のアンジー・ハートの目撃者から通報がありました。なんだって ?8 日の17時。 通りを走るフェラーリに乗ったアンジーを見たそうです。運転していたのは br カンパニーの社長、ブライスリッチ匿名電話でしたので。 リッチ社長に面会をお約束してらっしゃるのかしらシカゴ死刑だ殺人事件の捜査でリッチ氏に話を聞きたいどうぞこちらです殺人事件の捜査とは穏やかじゃないなそれでどんな月曜の夜アンジーハートという高校生が殺された だから月曜の夕方あんたがアンジーと車に乗っているのを見た人がいる <laughs> 何のことだ一体何が言いたいんだこの女性に会ったことはなかなか魅力的な女だが残念なことに会ったことはないな この女性に見覚えはない不愉快だな私のアリバイを調べようというのかまずいことがなければ答えた方があんたのためだ答えたくはないではここのどこで何を覚えていないなそんなはずはないだろう興味があるのは未来だけだ 過ぎたことはすて記憶から消す自分に都合の悪いことに限ってだろうている服を見ればその人間の品格がわかるが君は全くその通りにそやで無礼らしいな。っ <laughs> 言っておくが私には人に隠さねばならないような事実は何一つない私のスケジュールを確認したければ秘書にでも聞けばいい。 はい、わかったすぐ行くちょっと失礼するよすぐに戻る。 また,したな。続きを聞こう何も知らない何も知らない車は今はどこに修理に出したのでここにはないどうして駐車場で運転を誤りボディをへこませた お客様だったの私で直してくるわ。いいやか、まあ、かわいいってくれ。お客様すぐ帰る。紹介しよう、わが社のモデル、ジュリア・フォートシスだはじめまして。ジュリア、こちらの二人は、シカゴスケのローセンケージ。ケージブライス、今度は警官の制服でもデザインするつもりなの <laughs> 俺たちはこいつに服を頼みに来たんじゃない殺人事件の捜査に来たんだ。11月8日に何をしていたか知りたくてね。8日その日なら彼と一緒だったわ。なんだと ?8 日はリッチと一緒だったと。ええ、月曜のことでしょあの日はグラビアの撮影があったの、BR カンパニーのね。10時にここに来て。 彼の車を借りててそれにに乗っっ撮影に行ったわああそういえばそうだった <laughs> ブライス過ぎたことはすぐ忘れてしまうのがあなたの悪い癖午後からはブライスも撮影に立ち会っていたわ今年のブライスリッチのコンセプトは衝撃の美意識ジュリアにはそのイメージを象徴したブルーとゴールドの服を着てもらったその撮影はどこでバッキンガム・噴水の付近よ終わったのは5時ぐらいだったかしら ブライスはずっとそこにいたわそれを証明するものは撮影のスタッフなら全員確かめたいのなら事務所に聞いてちょうだいビューティーボーグに住所はここよヨーカはリッチの車でどこかに行きましたか撮影が終わって一緒に出かけたわその時の服は服ああ赤いドレスそうだったわ どこに行ったんですか一緒に夕食をどこでザハイトのレストランよ私あそこに住んでいるの知らないわ会ったこともないわこの女性に見覚えは知らないわ知らないわ アンジー・ハートという高校生が殺された事件を知ってますかええテレビで見たし新聞の記事も読んだわでもそれがどうしたのさあ私のアリバイは彼女が証明したこれでもまだ疑うおつもりかなもう話は終わった帰ってくれこれからジュリアと仕事の打ち合わせがあるんでね